ジェームズ・パタースンは、スコットランドの風景画家、肖像画家である。グラスゴーハの画家の一人と申され、スコットランドの風景を描いた。スコットランド、サウスラ・ナークシャーのブランタイヤで生まれた。母方の家系は、モズリン縫製工場の経営者で、父親は水彩画家で、スコットランドの最初のアマチュア写真家の一人であった。芸術的な環境で育ち、1859年に、 生まれた弟は後に、ロンドンの画廊の経営者になり、1862年に生まれた、もう一人の弟は建築家になった。グラスゴー美術学校で、グリーンリーズに学んだ後、パリに渡り、ドラッシュブルーズや、ジャンポール・ローランスに学んだ。2年後、スコットランドに帰国した後、1884年に、エンジニアの娘と結婚した時、母方の祖父からマニーブに屋敷をもらった。 22年間以上にわたって、ニスデールやエアーシャーのスコットランドの田園風景を描いた。グラスゴー・ボーイズと呼ばれることになるジェームズ・ガスリー、エドワード・アーサー・ウォルトン、ウィリアム・ヨーク・マクレガー、エドワード・ホーネルといった画家と友人となった。1906年にエディンバラに移り、1910年に妻を亡くした後、高活動に熱心になった。1885年に、 王立スコットランド水彩画家協会の会員に選ばれ、1896年に王立スコットランドアカデミーの巡回員、1910年に正会員になった。1922年に水彩画家協会の会長に就任し、1910年から1924年の間はロイヤルスコティッシュアカデミーのライブラリアン、1924年から事務局長を亡くなる。 少し前まで勤めた、ありがとうございます。